船橋家は、妙行博士、清原博純に始まる清原氏の流れを組む、道場家。船橋家とも記す。価格は、繁華、極寒は、聖位、自重、小和言、四季武将優で、代々天皇の自読を務める。家業は、妙行道。清原家は、妙行道をもって、代々宮中に仕え、押し工事家と共に、妙行博士、大劇を世襲した。 室町時代の清原成忠は、広住流清原始発の苦行になり、その養子となった吉田兼友の子、清原信方は、妙行堂を研究整理して取りまとめた。清原信方の娘は、室町将軍家、足利義春に仕えており、細川市の細川雄斎の実母である。また、信方の孫、清原主方の娘糸は、雄斎の息子の嫁で、 明智光秀の娘の細川ガラシャに仕え、ガラシャにキリスト教を布教した。安土桃山時代の武将で豊臣秀吉の家臣であり、静ヶ家の七本槍の一人平野町体は船橋家の所流の出とする説がある。船橋を加盟とするのは清原国方の子で古洋税天皇、ゴ水野天皇の持続を務めた船橋集権の代行である。 船橋家からは、藤原家が分かれ出る。ちなみに、幕末の船橋やり方、後見府は、停心88強烈3次元に加わった。江戸時代の家禄は400国。明治時代以降は、家族となり水剣に施策を賜った。ありがとうございます。